皆さんこんにちは、えー、松本民芸家具 youtube チャンネルいつもご覧になっていただいてありがとうございます、えー、本日は、えー、皆様にご報告があって、えー、この収録をしていますでまず、えー、最初に、えー、さっき1月1日の日に野党、えー、半島大地震が起きましたあの被災された皆様方におかれましては本当に心よりお見舞い申し上げます 実は私もあの人事ではなかったんです。あの日、あの松本もずいぶん揺れました。で、ずいぶん長い揺れでした。で、私のあの、まあ、近しい家族が。あの、実は石川県の輪島に住んでおりまして。で、あの、テレビをつけましたら。石川県の、あの、輪島地方の方が。大変な、大きな地震に見舞われたと。いうことを聞きました。で、あの、すぐに電話をしてみたんですが。実は、あの、電話がつながらず。 安否が危ぶままれたた状況になりました幸いあの、えー、その後数時間後に、えー、家族の安否は確認できたんですが、あのー、住んでいた家も、えー、もう完全に倒壊してしまい本当にあの大変な状況になってしまったとっいう状況でした。で実際あの身、ー、木,木のままで実は避難所に避難していたことが分かりましたのでですので あのー、さっきの、えー、1月6日の日なんですけれども実はあのーえー、それこそいろいろ水ですとかいろいろものを持って、あのー、和島に実は思い切って向かってみました。あのー、本当に大変な状況で長年、まああのー、あちらの方にも通ったんですけれども。 本当にあの,街の姿が随分変わわっててしまわれてですけどもあのいらっしゃる方々皆さんあの亡くなられた方もたくさんいらっしゃいますのであれなんですがそれでもあの避難所に身を寄せていらっしゃる皆さんそれから顔見知りの人にも会うことができてみんなあの元気でそれで頑張るよと言ってくいらっしゃったのが非常に印象的でした。本当にえ今は あのお見舞い申し上げるしかできませんけれども、本当に一日も早いあの皆様の、えー、生活が元に戻ることとそれからさまざまなことの復興を心よりお祈り申し上げます。さて、えー、報告になります。えー、報告ですが実は、えー、去る一月の十四日、えー、弊社の代表、えーえー、取締役会長私の父になりますが。 池田光雄が英いたたたしししました去年90歳でした長年あのちょっと病気を患っておりましてあの自宅で療養する期間がこの数年間あったんですけれどもあのそれでも、えー、会社のこと毎日心配しながら、えー、私が報告に行くたんびにいろんなことを話してくれました。 えー、池田三男は長年にわたり松本民芸家具の代表者としてかじ、えー、取りをしてまいりました祖父私の祖父ですね三男の父、えー、池田三四郎が松本民芸家具を昭和23年に起こしたわけですけれども、あのー、父は、えー、その時、えー、本当に同時期に巣はこの会社に関わりを持ちました。 でえー、祖父の下で、えー、父は実働部隊として、えー、本当に営業それから、えー、製造のこと会社の中のこといろんなことに奔走しました。であのー、民年初期の柳宗悦先生それから浜田庄司先生河合勘次郎先生などとも、あのー、本当に親しく、えー、付き合わさせて付き合わさせてっていうかねあの可愛がっていただいた。 といいう話を聞いております濱田先生に至っては本当にあの一時期、えー、大変信用,信用していただいて自分の息子のように、えー、接してくれたと聞いておりますしあの若き頃あの私の父はあの大阪に修行に出ておりましたのでその際にあの京都に参りますと河合先生がとてもよくしてくださったとでいろんなお話を聞かせてくださった。 そういうい話を生前聞きましたそれから、あのー、そんな中で、まあ、いろいろ民芸のことを学びまして本当にあの祖父の陰に隠れたような形にはそういう世界ではなってしまったんですけれどもただ、えー、本当に実際に、えー、いろんな部分で、えー、池田光夫は民芸に関わりながら松本民芸家具を守ってきました。の 池田光雄は私の父はですねあの人とのご縁にすごく恵まれたようでしてあのそういった一連の流れの中からその、えー、例えばアメリカの,あの当時の副大統領ネルソン・ロックフェラーと会う機会を得てでネルソン・ロックフェラーの自邸に、えー、実際に赴きましてであのお仕事をいただいてアメリカまで品物を納めしたことも ありますしそれから、あのー、昭和天皇ですね昭和天皇または、えー、今の、えーあのー、あ平成天皇ですかごめんなさい、えー、今の上皇様ですね、えー、とも、あのー、お会いする機会を得たりですとか本当にさまざまな方とのご縁がやっぱり恵まれました。それで、えー、仕事においても 例えば高島屋さんとのご関係本当に深いところで関係を持たせていただきながらあの松本民芸家具というその一つのものを通じて本当にそういう民芸の世界を広めるためにまあ言ってみればがむしゃらに働いたというような人間じゃなかろうかと思います。のち,ち まあ長年社長業を,し、ま社長をえー、やりましてねで私が社長を引き継いでからは会長職になったわけですけども、あのーまあ、もっとたくさん昔の話を聞いておけばよかったと今となっては思っているわけですけれども、あのーえー、晩年ですね本当に晩年になりますがあ,のある日突然、えー、こういったことを言い出しました。おい近頃 あの仕事はどうなってるやでウィンザーチェアとビューローはちゃんと作ってるかビューローはちゃんとできる人がいるかそう言ってきたんですねで「なんで大丈夫だよ作ってるよ」っていう話をしましたら「松本民芸家具はウィンザーチェアとビューローから始まったから松本民芸家具はウィンザーチェアとビューローは大切にしなきゃいけないんだぞだ」。 一生懸命そこはちゃゃんんととここれれかからも作ってななきゃダメだぞそんなことを言われました池田光男はその民芸という世界だけではなくて例えば素材に対しても非常にやっぱりあの、えー、まあある意味で自然に対する畏敬の念を持っていましたであの特に木ですね、えー、木は生き物であるっていうことをよく言っていましたで大切にしていました 例えば印象的に残っている思い出としては私がまだあの会社に入って間もない頃よくあの製材に一緒に行って私はお手伝いをしたんですけれどもその時に父がその製材をする前の丸太になった木に対してあの塩をかけてそれから常に日本酒をかけてで清めていました。 ような覚えもあるんですけれども、あの父が言うには、あの諦めさせるんだ。で、そのお酒をかけて清めてあげて。それでもうこれで切られてしまうけれども、その勘弁してくれよ。そういうふうに話しかけるんだ。そういうふうに言っていました。本当に何かこう、生きているもの、実際に生きているわけですけれども、生きたものと。 接するよううな形でそいいったものに異形のに念を抱いてよく言っていましたのはまあ,あのなかなかそのメディアに出ることを嫌がりましたんでですからあのテレビですとかそういう取材が来ますと常に私に振られましてね私があの言ってみればあの父や祖父の言葉をあの、まあ、代弁するというか私の言葉ではなくそういうことを いかにもという形でしゃべってきましたがあの父がよく言っていましたのは作るのではないよと作らせてもらってるんだとその材料素材木材の力をその大切に考えなければいけないそれがなければ自分たちの仕事が成り立たないんだっていうことをよくよく言っていましたまさにその通りだと思います物を作る立場の人間として自分がこんなことを作ってで ここんんなことができるんだそんなことを言ってみたところで元になる素材がなければ何もできないそれをちゃんと理解しなければいけないっていうことをあのやはりあの断るごとに私たちに戒めを下さったのが、まあ、仙台の、えー、社長、えー、会長会でですかね、えー、池田光雄でしたまあ考えてみればその祖父がこの仕事を始めまして。 それでみんなの力をいただきながら今日に至ってまあ今日も変わらず工場では職人が仕事をしていますそんな中でいろんなことたくさんあったと思います今日はあの、えー、14日に目を落としまして無事皆様のおかげで20日の日に葬儀を終え送ることができたわけですけれども。 まあ、あのぜひそのちょっと、まあ、追悼っていうわけでもないんですがしししのんで少しお話をしてみたたいと思った次第ですまあ残された私たち、えー、池田三四郎または、えー、この度目を落として旅立ってしまいました池田三男の遺志を受け継ぎまして、えー、今日もまた明日もこれから先もあのー それをそのしっかりと私たちが、えー、受け継ぎながら毎日を頑張っていく所存におりますので、まあ、父には大変あの、えー、多くの方からご講師をいただきましたが、えー、今後残された私たちに対しましても変わらぬご講師をいただければ本当に幸いに存じ上げます。どうぞよろろししくお願いいたしますここのところ、えー、年が明けてから その、YouTube、の撮影がでできませんでしたそれは今お話ししたようなことが本当に、えー、いくつも起きてしまいまして、えー、なかなか撮影することができませんでした今年もこれから、えー、また、えー、いつもと同じように、えー、いろいろな映像を撮りまして皆様に、えー、お届けしてまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。今日は、えー 先に、えー、旅立ってまいりました、えー、私の父子池田光雄のことについてちょっとお話をさせていただきましたまた次回もどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました